デジー・エバンスはアメリカ合衆国フロリダ州ペンサコーラ出身のプロバスケットボール選手。NBA のサクラメント・キングスに所属していた。各チームでリバウンダーとして活躍するジャーニーマンである。アイオワ大学で4年間プレーするも2002年の NBA ドラフトでは指名漏れとなったがフリーエージェントでシアトル・スーパーソニックスと契約。 3シーズン半プレーした後2006年2月23日にデンバーナゲッツに移籍。同年のプレーオフのロサンゼルスクリッパーズ戦ではクリス・ケーマンに対するフレグラントファウルで1万ドルの罰金処分を受けた。その後はフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズ、トロントラプターズでプレーし、2011から12シーズンはロサンゼルスクリッパーズでプレーした。 2012年7月11日、サイントレードでブルックリンネッツに移籍。2012から13シーズンは平均11.1リバウンドを記録した。2014年2月19日、マーカス・ソーントンとのトレードでサクラメント・キングスに移籍した。得点力こそほぼ皆無に等しいものの、泥臭いプレーで人気を博した選手である。特にリバウンドでは光るものがあった。 平均2桁を超えたのは2シーズンのみだが、いざプレイタイムを与えれば、余裕で10本近くをもぎ取ってきた。ありがとうございます。